ちは、岡祐介です。まあ、今回なんですけどね、ちょっといつもね見ない構図だと思うんですけどまあ鬼中の春樹くんと一緒に収録してます。春樹くん元気ですか？元気です。元気です。はじめまして、春樹ですアメリカから喋っております。そうですね、今日本とアメリカで日本はね今夜なんですよ。こっち、そっちは何時だ？朝だね。朝の9時10時だね今。ちなみに寝起き？言うて1時間前に起きた。申し訳ないですわ、俺はあと 1,2 時間後ぐらい寝るっていうのに、なんか不思議な感じだけど、このなんかスタイルの趣旨は、春樹ねアメリカにいるし、俺日本にいるし、遠隔でもいいから対談じゃないけど、まあラジオ形式でなんかいろいろ話してみたいなっていうね思いが前提としてあって、まあ言うても2日ぐらい前にさ、ね、なんかやろうぜみたいな、でも LINE でちょっと話して、ね、あこれできるじゃんみたいな感じで、で今日っていう速攻だよね、速攻だよね。まあなんかこの動画見てる人でも分かんない人がいると思うんですけど、春樹と俺は何きっかけだっけな、まずインスタか。そうね、インスタで。そう、まず俺が声かけたんですけど、春樹が YouTube に iPhone オンリーの動画を載っけてたんですよ。まずそう、それからきっかけはそこで、そうそう、でその編集スタイルがシネマティック系というか、なんかさルマフェードとかさ、そうルマフェード入れてから、そっち系、うん、そっち系だよねみたいな感じでそう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 、で俺がインスタで DM 送ってこれ来たわと思って、で連絡取ったら春樹が、うん、あライブか、ライブ見てくれたんだよね。あそうそう、インスタのライブストリーム。でそうそうそう、ライブストリームです、ライブストリーム。でなんかニューヨーク行かないみたいな、ニューヨーク行くからちょっと来ないみたいな感じの連絡をして、で行ったよね。いやこれ行くしかねえみたいな。それももう速攻だよね、うん、ライブストリームで速攻メッセージ残したら行くよみたいな、うん、そうそう、連絡して速攻航空券取って、うん、で2週間後ぐらいに多分行ったかな、ニューヨーク。まあそれがきっかけで、まあニューヨークで春樹くんと落ち合うことになり、うん、でそこで一緒に、まあ、Vlog 撮ったりとか、うんうんうん、あと、まあ、シネマティックね、まだニューヨークの作ってなかったんだよね。なんかマイヤーとかにまとめようと思っててああなるほどなるほど。そうなんよ、いつ出るのかなと。いやでもずっと楽しみにしてたんだけど、あマジで出ないなと思ってわりわりわり、マイヤーで楽しみにしてます。春樹作ってたよね。作った ね、もう俺春樹の見たよ、そういえば。見た、めっちゃイケてた。なんかいやでも頑張ってる、うん、ちょっとずつなんか自分もなんか動画の技術成長してるなっていうのは。いやでもめちゃくちゃうまいと思う、普通に。最初の方とかもうめっちゃ下手くそだなって見る、うん、思うもん見たら。マジ、まあでも動画って結構そういうもんだよね。過去のなんか1週間前の見返してもちょっとこうできたなみたいな、そういうのが多いというか。そうそうそう。いやでもね、今回春樹くんとこうやって、まあ、話してるんですけど、春樹くんに尊敬する部分がねめっちゃあるんですよ実は。だってさ、メモで書いてた。あ書いてない、書いてない、書いてないわそうで、なんか多分同世代でこういった YouTube とかで発信してるのって、うん、まあなんか俺がイメージしてるのって春樹と、あと新たか、うんうん、が結構近いなと思ってて、この3人ぐらいしか俺あんま知らなくて。俺も知らない。その中でもさ、ハルキってさめっちゃ抜きん出てるじゃん、まあ、YouTube だけを 見たとしてもすごい出てるしいやもう天才っすね、ハルキ。いやそんなことないっす、全然。イケメンだし香川真司に似てるし。ほんとだ、調子最近どうなんだろう香川真司なんかそういうなんか DM がちょいちょい来るの最近しないしない、うん、最近調子悪いっすねみたいな質問が来るん DM に。マジ。だからなんかそういう風な感じで、ね、なんか、うん、香川真司の情報も入ってくるよね。マジで。でもまあやっぱ似てるもんね。俺も最初会った時いや似てるなと思って。香川真司。でも一緒の神戸出身だし。マジで。めっちゃ普通に好きだったから昔から全然嬉しい。マジか。うん、言われても。やばいね。春樹くん最近どうすか。調子は。調子。はい。最近何してんの。結構ね、なんか忙しいとか、ね、うん、やることが多くて。あ、マジで。やってることの種類が多いっていうか、まあ、学校があり、もう学校あるってだけでもテスト勉強もあるし、課題もあるし、うん、いろいろあるじゃん、うん、プロジェクトもあって、まあ、それはもうそれでも結構ヘビーです。まあ、やばい、ね、そこに YouTube もあって。確かに。でだって YouTube ってさ、まあ、今、結構な頻度ででも上げてるよね。1週間に何本ぐらいだ。2個だけ上げる。
あ、マジで1週間。それであの伸びってすごいね。本当に土日は常にだいたいカメラ回してて、うん、で平日に編集してみたいな感じ。で勉強したりとか。そうで、そこになんか案件も入ってきて、ね、うん、であのポイント8のプロジェクトも陰で進んでてみたいな。ね、やってるよね。なるほどなるほど。いや、なんか改めてこの動画をね見てる方も多分ハルキ、まあ知らない方絶対いないと思うけど、海外の生活とかを、まあ、Vlog だったりとかいろんな形式で発信してるのがハルキくんで、でそこでまあ同世代で出会ったということでニューヨーク行って映像作ったんですけど、ハルキって、なんで YouTube を YouTube でそういったなんか発信をしてるんですか？まあ、なんかこういう海外でなんかブログやってる人が全くいなくて、俺がやろうと思った時に、うん、なんか座って海外事情を話してる人っていうのは、うん、まあ、結構いて、うん、だけどなんかそっからだったらやっぱり話してる内容ってさ、自分がいいと思った内容しか話さないじゃん基本的にね。自分のなんか自分が思った有力の情報を発信するじゃん、うん、だけどブログだと本当生活もあるままをお届けするから、もちろん編集はあるけど、うん、だからなんか俺がここいいと思ってて思ってなくてもそこが動画に出て、だけどそれがなんか見てる人からしたらいいっていう、なんか勉強の場にもなるから、だからなんかまあそれがなんかブログしようみたいな。なんかこっちいるとさ、もうなんかアメリカ慣れして、なんか何がなんかアメリカなんだろうっていうのは分からなくなってくるけど、だけどブログでして、ブログで動画として出してれば、なんかちっちゃいところもさ、見てる側は拾って勉強できるじゃんそっから。そうだね。いや、なんか会話からもそうだし、ハルキがさ、その以前英語を学んだことによるメリットみたいな感じで話してて、なんだろう、情報の元ってさ、やっぱり英語じゃん、うん、そうね、でその英語を訳された状態で日本語で見るから、まあ、スピード感も遅いし、うん、情報の質もやっぱり悪いと思うから、うん、やっぱり英語で情報をインプットするってすげえ大事なことだなと思って、うん、もうあの動画を見てから、まあ、ハルキと会って、でめっちゃ英語やりたくなったもん、やっぱりニューヨーク語に。そう、それは嬉しい。だし、そう、この間なんか語学留学の DR 動画撮影してきて、うんうんうん、いや本当にマジで英語マスターしようと思った、普通に。あ、全然なんか、うん、英語喋る、なんか英語勉強する人って大体の目標が英語をペラペラに喋れるようになるみたいな、うんうん、だけどそれ以外にもその英語を読めるってだけでもだいぶ強くて、うん、それを届けたかった、うんうん、あの動画では。あ、なるほどね、うん、確かに読むってそうだよね。俺もなんか欲を言えば、例えば Facebook のマーク・ザッカーバーグとかそういうすごい人たちのなんか記事とかをそのまま漁って読みたいもんけど、うん、読めないからさ、うん、それでも全然十分っていうか、うんうん、だからなんか英語ペラペラに喋りたいっていう目標を立てちゃって、うん、意外とそれってすっごい難しいことで、うんうん、もう何年も何年も勉強していかないと無理なことで、うん、で、ね、挫折する人がすごい多い。なるほどね。確かになんか日常的なさ、コミュニケーションっていうのは多分、まあ、簡単にできるかもしれないけど、やっぱり自分の思い描いてる、うんうん、まあ、なんて言うんだろう、ことってのを言語化して表現するっていうのは結構英語でも大変なことだね、上級レベルというか。そうだね、いや、めちゃめちゃ難しいよ、ね、難しい。いや、羨ましい、本当に羨ましいわ、ハルキが。いやいやっていう感じでなんか話もちょっと変になりそうなんで、え、ハルキは一応今大学、そっちだった大学何年生なんだ？今、ちょっと待ってよ、うん、4年目なのか、4年目。4年目か、なるほど。そう。で、いつ卒業？来年？来年だね、来年。わお。みんな多分ね、この動画を見てる人もそうだし、うん、もしかしたらハルキの見てる人もそうだし、ハルキが大学を卒業した後ってどうなるか多分気になる人めっちゃ多いと思うんだよね。俺も気になる、マジで。どうする予定なの？以前ニューヨークで話した時は、まあなんか、なんて言ってたっけな、まあ多分就職するかもとかいろいろ話してたけど、うんうん、どうすか？なんか、ほんといろんな方向に行けるし、うん、行きたいし、うん、だからまだはっきりは決めてなくて、うん、で、まあアメリカのビザ取る問題っていうのがめちゃめちゃ難しくて。 あそっか、まずビザの問題があるのか、うん、それが本当にもう、まあ多分ほぼ無理だろうなみたいな。あ、そうだから、そう、まあ、うん、多分1年間は働けて大学卒業した後、うん、
だから、あ、そうなんだ、まあ、それは多分まだアメリカにいるんだけど、その後は、うん、まあずっと頭の中でいろいろ考えてるけど、どうなっていくかまだはっきりは分かんないような感じ、うん、確かにね。いや、なんかだからこの映像系にはずっと関わっていこうとは思ってるけど、うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあぜひトランスで。いや、結構です。結構段階めっちゃ面白いな。お世話になるかも、ね、ちなみにトランスはうちの会社です。はい、2年後にポツンっているかもしれないよね。え、そっか、ビザの関係めっちゃ大変だよね。めちゃめちゃ大変ね。だってでも、うん、ハルキが日本に帰ってきてコンテンツ制作するってなんかイメージできないもん、マジで。海外で、俺も全然英語、そう、英語でコミュニケーション取ってなんぼなイメージが強く、うん、強いから。でも多分、まあ、でも日本に帰ってきたら旅行してると思う。またそれはね、言ってさ、アメリカもさ、90日滞在できるわけよ、うん、あ、そうだね。そう、確かに確かに。まあ、なんかそういうさ、ビザなしでツアリズムでなんか滞在できる期間がまあ 2,3 ヶ月ぐらい日本のパスポートだったらあるから、 それでね、しかも何回も何回も出入りできるの。一応そのメリットはないから、うん、マジか。あー、なるほどね。けどさ、何回も出入りしてると結構厳しいんじゃないの。厳しいと思う。そのだからね、どんどん働いてないっていう、うん、働いてるんじゃないかって思われちゃうから、うん、何回も入ってる。そうだよね。まあ厳しくはなると思うけど、だからまあいろんな国入ってるよね。ね、あれがフリーになるから。あ、いいね。いや、俺もさ、結構世界中旅してさ、コンテンツ制作したいと思ってるから、うん、なんかタイミングがあればなんかね、マジでしたい普通に。っていうかあれだよね、ハワイ行くよね今度ね。行くね。そういえばそれも急だよね確か。 なかなか日本で会わないっていう。確かに。いや、でもそっちの方が俺ららしくて。いや、ニューヨーク、ハワイってもう完璧すぎないか。ね。そうだね。え、ハワイで、まあなんか、あ、1週間ぐらい滞在するんだっけ、ハルキは。4日ぐらい。あ、なるほど、なるほど。いいね。この動画を見てる皆さん、僕とハルキはハワイで合流して、動画作ります。動画作ります。お楽しみに。結構でも楽しみにして絶対いるよね。ハワイでもね、俺今まで行った国の中で一番コンテンツにしやすい国だと思ってて、うん、まあそこまでね、なんて言うんだろう、まあ、街とあと海と山がそう充実している国って本当なくて、他にも、うん、そう、楽しみだねマジで。だから今ドローンとか飛ばしまくろう。そう、今ドローンのライセンスの勉強してる。あ、マジで、すげえな。だからそういうのもあるから、なんか多いやることが。いや、でもそこまで難しくない全然。あ、そうなんだ。うん、で全部もう YouTube に載ってるから、うん、それこそなんか授業の間とかに YouTube 開いて、うん、そうやって勉強してる。すごいね。もう、え、将来って今ハルキってどういった感じで描いてたりするの？まあ、あんま決まってない感じ、まあ、どういった感じになろうかなみたいな。もう旅行しながら動画制作できれば、うん、旅行っていうか、まあ世界旅しながら動画制作できれば多分一番いいよねっていう感じ。めちゃくちゃいいね。そう、もうクリエイターっすね、思考が。でその中にもしっかりなんかメッセージも残せる動画っていうか、うん、がまあ作れれば一番かなっていう。うん、なるほどね。いや、超いいわ、楽しみだわ。多分俺も来年春樹が卒業するあたりになるべく環境整えて海外回れるようにするわ。一緒に回りたいね。でもさ、なんか需要がさ、うん、日本でそこまでないと思ってて、うん、今の段階では、うん、その、なんていうの、シネマティック系の動画って、いや、再生数が悪いじゃん、めっちゃ。全然悪い。見てくれる人は本当一部しかいないからね。間違いないわ。だからなんかそこはどう変わってって、いいね、ハルキがイメージしてる、ハルキが考えている YouTube っていうのを聞きたいわ、すごい。俺が考えてる YouTube、 日本の、そうそう、もうエンタメが強すぎる、まあ、めっちゃ。そうで、なんか BGM がピープープープーっつって途中で入って、うん、画面がガガガッつって動いてなるほどなるほど。確かにそういうイメージあるよね。そう、お笑い文化だから最近だよね。うん、最近なんかそういうちょっとクリエイティブ寄りなコンテンツが見れるようになってきたというか。そうだね、そうだね。だからもっといろんな人に入ってきてほしい、俺は。動画作る。確かにな。だからそういう人が増えれば増えるほど、そういう風、うん、そっち系の動画の需要も伸びてくるだろうから、うん、確かに確かに。
まあそれで言うと多分バラエティ系じゃない YouTube で言うと、まあメトロンブログさんとかハルキとか、うんうん、本当そういう人たちが筆頭になって引っ張ってってますよね、うん、今のところで言うと。なんかメトロンブログも俺も、うん、なんか共通点があってそのシネマティックだけをやってないんだよね、うん、まあそうだね。メトロンブログも筋トレ系で伸びてて、俺もシネマティック系で伸びてるっていうよりかはアメリカ人との会話だったりなんかそういうなんかインタラクションの部分で伸びてる、うんかね、だから俺ら二人がただシネマティックをやっててもここまで多分伸びてないんだよね、うん、だからなんか結局だからそっちが強いっていう、うん、そうだね、まあ、求められてるものを分かりやすく、まあ、配信するっていうところでめっちゃ見られてるわけだよね。だって何百万、それこそね美容師カットとかねすごいよね。そうそうそう、だからなんかああいう系の動画も必要だし、うん、で、うん、そういうので、まあ、オーディエンスっていうか数字伸ばしてシネマティック動画をやるみたいな感じ、うん、じゃないと生きていけないですね。そうですね。え、じゃあ春樹的には、まあ、そういう、まあ、なんかシネマティックな音楽に合わせたかっこいい動画編集もしつつ、まあ、そっちがやりたいんだけども、まあ、なんかそういった、まあ、語学留学楽しい、あれなんて言うんだろうな、語学留学の良さってのを発信するってい う, そ う, そう、まあ、今二軸でやってるんだ。そんな感じだね、もう大きく終わって。 なるほど。いや、いいこと聞いた。だから編集とかしててもシネマティック系の方がやってて楽しいし、うん、あ、そうなんだ。あ、全然。でもシネマティック系の編集結構大変じゃない？大変だね。だけどなんかでもブログもまあまあ大変。うん、だけどなんかシネマティックの方がやってて楽しい。あ、そうなんだ、うん、確かにな。なんかパズル組み立ててるみたいな感じ。この素材とこの素材どこで合うかなみたいな。あー、なるほどね。確かにそれ、うん、本当にその通りというか、 Vlog とかさあの、うん、そういうブログ系ってさ時系列順に、まあ、ある程度流れていくじゃん。そう、シネマティックっていいカットをさ組み立てていく感じだから、そう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 、またちょっと制作過程が違うよね。そう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 、いや、それはすごいわかるわ。だから多分20個ぐらい素材を10人の人に渡したら全員が違う動画作ると思う、うん、確かに。それやってよ。そういうなんか、ね、そういう企画やりたいね。いや、なんかさ、あの、ハルキとさ、いろいろコラボしたいんだけどさ、なんか物理的に一緒に撮れないじゃん。まあ、ハワイとかで落ち合うんだけど。だからなんか、なるべくそういったいろんななんか企画、面白いこと考えてやりたいなと思ってて。うん、で、それが第1弾で今日これ、ラジオ収録配信みたいな感じで、よくわかんない感じになってるけど。そうなんですよ。ハルキはじゃあ今日はどういう感じなんですか？どういう予定？今日の予定？うん、今日はね、なんかオンラインに変わって先生がいきなり、うん、今日はオンラインにしますみたいな。あ、そうなんだ。すげえ。待って。マジすごすぎない？それ。画期的だな、めちゃくちゃ。なんか先生も、ね、この先生なんか結構有名な先生で、この前もなんか、うん、日本のなんか京都か京都に行ってなんか、うん、レクチャーしに行ってたんだけど。うん、だからそういう風になんかトラベルしちゃうから先生たちも、うん、その間はすごいね。そこがちょっと考えられないね、日本だと。なるほどね。いや、なんか俺今これハルキと会話してるだけでなんかあのアメリカの大学のちょっと、うん、なんて言うんだろうな、素顔じゃないけどさ、様子がねすごい伝わって、てか本当にマジで俺さ、うん、今留学しようと思って、留学というか語学学校に行こうと思ってて、でセブとかは決まりそうなんだけど、なんかおすすめある？春樹的に。セブはめちゃめちゃいい。あ、いいんだ。うん、俺も一回行ってる。あ、そうなんだ。あ、マジで。うん、なんか俺の、まあ、目的としては、まあ、最終的にその動画っていうもので、うん、しっかりと世界に対して発信していくっていう部分とか、うん、まあ、動画でディスカッションとか、うん、そういあとは学びながらコンテンツにしたいんだよね。ロケーションとかもすごく重要で、うん、今のこの要素を汲み取った上でどこに留学するのがおすすめですか、うん、その春樹プロに教えてほしいです。一つあるけど名前が出てこない、うん、一回さ LINE で送ったと思う、うん、場所。あ、マジで、うん、それはセブってこと？いや、セブじゃない、それはどこだっけな。なんかさあるじゃん、オーストラリアとかさ、アメリカとか、うん、イギリスとかさ、うん、いっぱいあってどこがいいのかなと思って。その名前が思い出せんけど、でも俺はアジア圏
おすすめするかな普通に。ああ、そうなんだ。なんでアジアなの？安いし、まず。ああ、値段か。授業料がね。そう、うんうん。で、まあなんか動きやすいと思う、そのどっか行こうってなっても。なんかちっちゃいじゃん、英語のさ、セブ島って、うん、まあ確かに確かに、まあ、そういうことね。ただなんか、まあ、言うてもさ、俺結構東南アジアに行くことが多いからさ、うんうん、なんかコンテンツ化するんだったらやっぱりアメリカとかオーストラリアにすごい憧れてて、イギリスとかね、うん、だからどうなのかなと思ったけど、意外に春樹もアジアがいいって言ってたから、もうどうしようかなって感じだよね。英語の質とかは大丈夫そうなの？まあなんか結構レベル高い人は高いし、先生も。ああそういうことね。あと、まあ、なんか言っちゃえば、うんうん、なんかまあ初期段階じゃんまだ、うんうん、そこで多分そのなんつうの、ほんガチネイティブな人と勉強するよりかは、うん、まあなんか、うん、フィリピンもさ、英語がさ第二国語じゃん。だから、うん、すごい教え方もうまいし、俺らの気持ちをすごい理解してくれると思う。ああそういうことね。そうそう。いやな、今のそういう話だ、普通にセブ行こうと思う。あとね、人がない、人がいいよ、セブ島の人間は。あ、そうなんだ。みんなね明るい、やっぱり島国、島国だよね。で、なんか、そう、島国、島国。本当に、のほほんとしてる。なるほどね。いや、この間さ、セブ行ってきて、うん、これがなんか、いい雰囲気なのか、悪い雰囲気なのか、正直、基準が分かんなかったからさ、そう、聞きたかったんだけど、でも、春樹が言うんだったら、もうそういうことだね。子供たちがめっちゃ可愛い。めっちゃ元気だし。確かに。撮ってきたわ、撮影してきたわ、セブで、この間。カメラ向けたらすぐ笑うでしょ、みんな。ねえ。みんな普通に、まあ、明るい人たちだった。あとエルニドとか良かった。 FPV ドローン飛ばしたきたけど。ああ、そう、その周辺とかもね、読んだけど俺、あれ見てるとマジ。まあでもそれは間違いない。でも北海道のやつとかもめっちゃ酔うよね。俺も編集しててちょっと来たかもしれない、 FPV。 そうなんですよ。けどあれね、ちょっとあのいろいろコンプライアンス的に厳しくて、そう、一旦非公開にしてるんだよね。やっぱりさ、コンテンツ制作するんだったらやっぱ自由な方がいいと思うんだよね、うん。春樹が羨ましいっす。自由でいいね。しかも、うん、だから周りの人、コンスーマーの人で動画を見てくれる人も、うん、なんかかっこいい動画を見たいから、うんうん、まあ、若干なんかグレーゾーンなことをしてても、うんうん、むしろなんかそれを応援するまではしないけど、うんうん、やれみたいな、確かに感じだよね。でできちゃう。だからサムコールラとかさ、サムコールラ知ってるよね。うんうん、そう、サムコールラとかさ、屋上めっちゃ登ってるしさ、あの結構ねやばいこといっぱいしてるよね。してるね、クレーン登ったりしてるから。うん、だからやっぱり彼らはコンテンツメーカーということで、うん、がっつりそういうところはグレーというかアウトだけでやってるよね。そうだけども綺麗に見えちゃう、だからアートにしちゃうんだよね。ねえ、サムコールダーが。でも日本は多分そういった、まあ、視聴者がアートにしてくれないっていうところはあるよね。そうだね、うん、結構だってめっちゃ言われるもんなっつって。俺もね、あの、うん、スケボーとかさ、電動スケボーとか乗ってると、うん、結構ね言われる、コメントで書かれる、大丈夫なんですかこれみたいな。ビーチバイクで走って大丈夫なんですか。心配から来んのかな。なんか、まあ、でも正直そういう人に会って、うん、なんかどういう本当に気持ちで書いてるのか聞いてみたい。まあ確かに、ね、ほんまに、まあ、違法だったら、まあ、違法は違法なんだろうけど、なんか心配からのコメントなのか、うん、そうだね、まあ、なんかコメントないよね、やめさせたいからのコメントなのか、なんかそういう悪いことしてなんかうざいなと思うパターンと、まあなんか応援してるからちょっとここだけは気をつけてほしいっていうパターン、俺は結構2パターンいて、でもまあ何も言わずになんか見なくなる人よりは全然なんかそういった人たちの方が愛せるというか、確かに、うん、言ってくれるだけ全然いいと思う。ニューヨークシティでさ、ブースターボードバンバン乗ってるけどさ、あ、そう一応ニューヨークシティ禁止だからね。あ、禁止ってか OK は出てない。うん、なるほど、ね、だけど、だってさ、だってケイシードローンとか飛ばしてるでしょ、ニューヨーク。やばいよね、普通に。あれも違法だし。そう。でも、あのね、あの人気具合で、完全に違法してても大丈夫なんだよね。うんうん、だから、アメリカって人が、なんか日本みたいに、うんうん、人がワイワイ行って、裁こうとしないよね。うん、ちゃんと、なんか法的処置を取れる人間しか、うんうん、そういう人たちに言わない。あ、そうなんだ。しっかりな。それがちょっと今、まあ、もちろん言う人もいるよ。うん、びっくりしちゃった。いるけど、
まあ、なんか日本ってすごいになんか普通の一般人の人も、うん、それ禁止ですみたいな感じで言っていうコメントがすごい多いじゃん。ガンがあるね。だけどまあアメリカってなんかいやもうそれは警察だったり司法の人間の仕事だからみたいな感じで、うんうん、まあ、もちろんヘイトのコメントあもうあるけど、まあ、うん、少ないよね、どう考えても。なるほど。そこら辺はまあなんか寛大じゃないけど、うん、まあでも、まあ、誰かに迷惑かけてるわけじゃないからね、傷つけたりもしてないし、まあ、そこの一線の問題だよね、結局。そうだね、どこまでやるかみたいな。確かに確かに。いやーでもなんか本当に春樹とニューヨーク行った時にマジでケイシー、うん、ケイシーの世界が広がっててめっちゃ夢あったわ、うん、なんかさ俺思うんだけど、なんか若いうちにやっぱり世界中回っていろんな国見た方がいいと思ってる派なんですけど、春樹くんはどう思いますか、うん、それは。賛成でございます。賛成でございますか、はい、そう。なんか日本にずっといる人たちとあの世界中を見て回る人たちで多分、うん、あの考えてることって、考えてることというかなんていうんだろう、見え方が全然違うと思っていて、俺海外行ってつくづく思うのはやっぱり日本ってマジすごいんだよね、全てにおいて、うん、すごいいいなと思うから、なんかそこのなんていうんだろうな、今のところ、まあ、まだなんか会社としても何も やれてないから、まあ、そこの学びってのはなんか立証できてないけど、なんかちっちゃなことで例えば東南アジアの人たちって結構家とかなかったり、なんか、うん、まあ、ニューヨーク行ったらホームレスの人めっちゃいたりとか、なんかそう考えるとなんかどっか些細なことでその海外に行った気づきがね、いい感じに結びつく時がある気がするんだよね。そうね、もう全然違う世界が広がってるもんね、本当に、うん、そうそうそう。で見え方も変わるし、もちろん。そうだね。だからそんな考えあんのみたいな、うん、ね。ただ春樹は多分人だと思うけどね、結局、うん、英語を喋れてるからより多分情報量も多いと思うから見えてる世界絶対広いと思うけど、うんうん、まあ、でもやっぱりね、この動画を見てる人も海外はたくさん若いうちに行っておくべきっていうのは伝えたいですね。そうだね、うん、本当になんか海外行ってなんかこういう景色が見たいみたいな感じで、うん、多分イメージしてる人が多いと思うんだけど、なんか日本を出たことがない人、うん、そうだね。で俺は別にそんな旅行行かなくてもいいわって多分なってる人も多くて、うん、だけど実際その国を作ってるのはそこのいる人だから、アメリカを作ってるのはアメリカ人で、うん、そのアメリカ人っていう人たちに会うっていうことがすごい人生にとってなんか新しいスパイスになるっていうか、うん、確かに変わっちゃいいこと言いますね、春樹くん。いやもう本当に人だから人がに会うそうだよね。なんかさ、日本ってある意味さ閉鎖的だからさ、情報に対してもある意味そのセグメントがかかってるというか、だから日本のメディアが語ってるアメリカは、まあ、本当のアメリカじゃないパターンもあるし、でもやっぱりそういうのって自分の目でね確かめて自分の肌で感じて語るっていうのが何よりも重要だと思うから、まあ、だからそういった意味でもなんか俺がメディアとかで見ているアメリカとかじゃなくて、春樹から聞くアメリカの方が新鮮味があるというか、だからすごい話してて楽しいんですよね、めちゃくちゃ。そうね、もう本当にメディアだったり、はい、もう俺だったりっていうのも結局俺がいいと思ってる、うん、俺の想像したアメリカを話すわけじゃん、うん、でそれもメディアも一緒じゃん、メディアが思ってる、ねね、作ってる、うん、メディアが思うアメリカを喋るみたいな、だからなんか人、うん、いろんな人からアメリカのこと聞いたら、うん、いろんな違う意見が出るだろうし、そうだね。だから結局何が正しいかは自分でいかないと分かんない、うん、そうだね、本当に。だ一あの参考にはなるよね、ハルキっていうブランドがあって、うん、ハルキが言ってるんだったら、まあ、信頼できるし信じれるよっていうのはあると思っていて、うん、だからでもやっぱりそのハルキが作るコンテンツってのは、まあ、いい意味で共感がありますよね。みんなだって海外行きたいです、ありがたいです、若いうちにいやいいっすね、ちょっとハワイで一緒に動画作れるの楽しみっすね。なんか できたらかっこいいイメージ寄りのシネマティック以外でも、まあ、こういった感じでなんて言うんだろうな、動画を見てる人たちがなんかアクションを起こせるような、うん、なんかインスピレーションを受けるようなコンテンツを作れたらいいっすね。本当にそう、マジコメントでなんかもらって最近一番嬉しいのが、うん、なんか春樹の動画見てると何かやりたくなるみたいなコメントが結構増えてきてて、そういうの最高だね。そういうコメントを見ると
すごい嬉しい。てか頑張れるよねマジで。うん、いやその量は多分ハルキ圧倒的に多いと思う。絶対すごいわ。なんかいいねだったり、あこの動画最高ですねっていう、なんかまあ表面的な、うん、まあなんかものよりか、うん、実際に動画を通して誰かを動かしてる、動かすことができてるっていうのはすごい嬉しい。作っててなんか価値あるなって思う、ね、本当。いやでも本当そうだよね。だって動画を通してさ、うん、そうやって誰かの行動とか人生を変えてるって普通に考えてめちゃくちゃすごいことだよね、うん、間接的ではあったとしても、うん、だけどすごいなんかいい方法ではあると思う。だって人にさ、うん、これやれよみたいな、あれやればっていう風にアドバイスもらうのってなんかうざいし嫌じゃん、うん、なんか行動力にそれをやりたいって思うより思わないじゃんあんまり、うんそうだね、だけどなんか動画って自分で選んで自分でその動画をクリックしてみて、うん、で勝手にある意味ね、勝手に自分で感銘を受けて、うん、確かになんかやろうっていう風に繋がってるから、そう、ね、ある意味こう自分の心から来るモチベーションじゃん、うん、確かになんか報酬があってなんかやろうっていうことよりかは、うん、もう自分の心の中からをなんかやろうっていうモチベーションだから、うん、そうだね、強いと思うそれは。強いね。っていうか YouTube すごいよね、そう考えると、うん、その元プラットフォームを作ってっていうので、いやー、うん、勉強になりますねいろいろと。いや多分このね動画見てる人ね多分すごいと思う本当に。だってハルキのね、なんかハルキいろいろとブログで話してると思うけど、まあ、改めてこうやってね、うん、なんかいろんな意味で対談しながらお互いの話もしながらこれを聞けてる人っていうのは多分いろいろと、うん、まあ学べてるのかなって思ってるんですが、まあ、どうなのか分からないですけど、そうですね、そうであってほしいですね。そうですね。じゃあそろそろ締める方向でいきますか。 OK です。はい、じゃあまあそうですね、じゃあはるきくんから最後に、まあはるきくんから最後にじゃあ一言いただいてもいいですか、この動画を見てる人。俺から最後に一言。そうですね。難しいですけど、ゆうすけ大川チャンネルでなんか見てる人たちは、わかりました。じゃあしっかり最後ね、はい、みんなの行動力が上がるようなこと、はい、そうですね、編集うまくやるんで、いいねお忘れなく。それは大事ですね。もういいね、なんだろうね、うん、いやなんか柔軟にいてほしいですね。柔軟とスポンジになってほしい、みんなには何でも吸収できるように、うんうん、別に何歳の人からでも学べるじゃん。それこそなんか6歳のことを話してても、うん、7歳8歳のことを話してても、うん、またまた30歳40歳の人と話してても、うん、別に吸収できるものって、うん、何でもそこからあるわけ で、うん、で吸収するかするしないかは結局話を聞いてる僕ら側で、だからそこの柔軟性、うん、人を選ばない柔軟性だったり、なるほど、まあ、いろんなことからでも学ぶっていう姿勢っていうのは大事ってことですね。そうですね。いやー今日は刺さります。はるきくん、はるきの顔、ゆうすけくん並みの、ゆうすけくん並みの行動力。いや俺そんな行動してないよ。完璧です。いやなんかもうそれだと思う俺は。もうなんかゆうすけくんの素晴らしいところは、うん、マジっすか。なんか会って、うん、ニューヨークシティ行った時も、うんね、もうそれこそなんか24時間ずっとなんか、うん、それは言い過ぎだけど、そうだ、ね、十何時間ずっと外歩き回ってて、ずっと動画撮って帰ってきたらまた編集してるみたいな。確かに。でなんか俺もなんか張り切ってそれに頑張ってついていって、そしたら熱出たっていう。確かに。めっちゃ体調崩してたよね。いやでも俺もちょっと体調悪かったもんその時。あそう。だけどなんかすごいね、行動力がね、半端ないね。いや、そりゃさ、ハルキに会いに来てるしさ、せっかくだったらいっぱい撮りたいと思うじゃん、やっぱり。言うてさ、インスタで DM してニューヨーク市パッて来る、うん。で、今回の企画も2日、3日ぐらい前に話して、まあそうだね、でもう実行してる、ね。で、ハワイ行く時もさ、なんかさ、うん、電話した、確かに、俺が、うん。電話した時も、この時からこの時ハワイ行くけど、来ないみたいな感じで言ったら、うん、あー行く行く行く開けとくみたいな。まあ確かにそんなノリだったよね。そういえば、うん、でたださ、そのさ、やっぱ楽しそうじゃん普通に。なんかあもうね、後先考えずにやっぱ楽しそうなことってやるべきで、
だから春樹となんかハワイ行ったら絶対楽しいじゃん、うん、ねっていう思想から全て入ってるっていう感じですね。いやでもなるほどね、春樹くんが最後いいこと言ってくれたんで、みんな多分今大興奮してると思うんですが、そんな感じでそろそろ締めたいと思います。いいですか春樹くん、じゃあ最後俺締めますね、はい、大丈夫、はい、まあ、なんかそうですね、まあこういった感じで急遽春樹に電話して遠隔でまだ一回も顔を見てないんですけど、カメラ越しで春樹と対談してるみたいな会話してるっていう収録させていただいたんですけど、まあなんか、今回のねこの配信いいと思った方はね、グッドボタンとか感想等ある方はコメントいただければと思います。はい、まあ、すっげえ不思議な感覚、編集まだしてないからどんな感じになるか全然わかんないけど、うん、まあ、いい感じにできることを祈っております。コメント待ちしてます皆さん。春樹のねチャンネルも皆さんしっかりチェックしてくださいね。お願いします。バイバイ、バイバイお疲れ様でした。